どちらから、あー、ここが、あー、ここ開くんですね、すごい、ここ開くんだ、まさか、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高山選手です。まあ皆さんね、自己紹介で言うほどでもないんですけど も、せっかくなんで、はい、お集まりいただいた皆さんに一言ご挨拶します。高山選手から。はい、はい、岡山支部の貝原優希です。こんにちは。あ、ありがとうございます。皆さんご存知のね、ご存知、まあ、ご存知ございますけども、高山選手は、はい、こんにちは、愛知支部の平本正之です。お願いします。よろしくお願いします。岡山選手、岡山のね、はい、岡山選手が来てもらって、はい、ありがとうございます。では早速お座りいただいて、ちょっと質問の方をね、いくつか用意しておりますので、はい、お願いします。お願いします。いや、すごいですね、もう出てきた。ちょっと監督はね、はい、やっぱもう SG ウィナーですから、はい、ちょっと緊張しますけど、こちら側も緊張しますけど、はい、よろしくお願いします。ザクさん緊張きますんで、はい、ちのすいません、失礼があったら、まああれなんですけども、まあ早速ですが、はい、優勝戦を振り返りまして、シリーズ優勝戦、新入で浜野谷選手が動いてた時、どう影響されましたか。平本選手ですね、はい、はい、すいません、はい、すいません、浜野谷選手動いてきましたね、はい、シリーズ戦優勝戦の時、はいはい、来ましたね。5コース、ま、5コースがあって、はい、その時どう自分の中で影響されたとか、そういうのありましたか。いや、どうぞ入ってください。あ、どうぞ入ってください。全然この平和島の5コースはそんな苦手じゃないというか。いや、僕が伸びてたんで、あ、出来は外の方がそうそういいかなと思って。なるほどね、はい、結果的には良かったんですね。ちょっとで深くなってくれた方が。そうです。あ、なるほど。その、見てたんですか。そう見てました。もちろん来て、ちゃんと生で見てました。生で見て、いや、もう嬉しかったですよ。だから、うん、その僕らの同期の吉本の芸人なんですけど、僕たち、はい、その仲間の一人が平本選手がすごい好きで、あ、そうです。平本選手はとにかくすごい選手だってずっと言ってるやつがいてそいつがもうね、そのあのレースを見て感動して、うん、俺の言ったことは間違いなかっただろうと、ずっとあれからこの3回になっても言ってますんで。よかったですね、はい、だいぶ記憶に残ってるレースだった。あ、もう残ってます、あのレースは。まあ皆さんもね、はい、多分残ってらっしゃるとは思いますけど。あ、素晴らしいレースでしたね。続きまして、貝原選手に質問ですけども、はい、グランプリ優勝戦、先頭に立ったとき、正直どう思いましたか。これはね、本当に聞きたいですね。びっくりですよね。あ、そう、刺した瞬間に、うっそみたいな。うっせやろって。でもこれ、素人みたいな質問しちゃいますけど、はい、6号艇で、その1マーク回って、どの辺でもう自分がもう今、頭走ってるなというか、先頭走ってるなと確信できたの。まあ、週1コーナー回った瞬間に、まあ、先頭だとは思う、まあ、前になりましたね。いないですもんね。でも、まあ、回った瞬間も下向いてるじゃないですか。はい、ちょっとこう上げた瞬間にいないって思う。いないって思った瞬間に、いや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 、みたいな。ああ、そうですよね。マジか、みたいな。そういうもんなんですね。はい、その時はまだ1億は よぎらないですね、脳みそには。2コーナー回ったぐらいですね。ちょっと思ったんですね。よぎったんですか。よぎりますよね。よぎりますよ。よぎりますよね。そうか、正直な気持ち、そこはありますね。だってそのために1年間戦ってきて、俺がこれ1億取っちゃうぞと。一億くらいいいですね、やっぱそういうもんなんですね。これすごいですよ、ボートレーサーはね、はい、だって次の日に入るわけですもんね。まあ次かその次かで入っちゃうんですから。すごいですよね、それは。そうですよ、もう夢のある6号艇で、ね、641と夢でね、はい、グランプリ決まりました。当然それも見てらっしゃって。もちろん見てました。すごいですね、もう。もちろん僕の仲間の一人が、はい、もちろん貝原選手、仲間の一人多いですよ。僕は実名を出さない仲間の一人を、本当の話ですか。だから本当に二人には申し訳なくて、はい、僕はすごく本命党というか、はい、この1号艇からボートレースは信じて買わないので、はい、この貝原選手が1号だったらもちろん買います。平本選手が1号だったら買いますけども、はい、たまたまね、その時は4号艇、6号艇でしたから、はい、僕の船券には2着、3着の目しかなかったわけですよ、はい、だから買えなかったんですけど、仲間が1人642を持ってたんです、グランプリ。お、はい、で結局最後まで、はい、1号艇、2号艇が争いましたから、そうですね、に641になって、はい、横綱の白鵬選手は取ったんですよ、はい、それは、はい、ね、はい、だからすごい悔しがってました。それは貝原選手何も多くないんですよ、まあね、やれば白井選手に対しては言ってました、はい、なるほど、はい、1号艇、白井選手だったんで、じゃあ次の質問に行きたいと思います、節間の戦いについて、はい、ですね、貝原選手からいただきます、はい、貝原選手はファーストからの勝ち上がり組ですが、ファーストの戦い、セカンドの戦いの違いはありますか。去年から変わりましたから、はい、まあ、僕、そうですね、初出場だったんで、はい、あんまり分かんない、なるほど、やり方、まあ、それが普通だったんで、なるほど、あんま変わんないっちゃ変わんないですね。いつも通り走ってれば、たまたまこう優勝戦までここで進めてという、はい、まあまあ、ね、去年と、ね、一昨年と変わりましたけれども、去年のシステムは、はい、まあ、初出場だったからですけれども、はい、今年はまたそのもちろん目指していく上で、はい、それはそのファーストステージの戦い方、セカンドステージの戦い方はまた違うんですよね。そうですね、まあ
違うじゃあ違うかもしれないですけど、まあ僕の中では結構一緒でだと。とりあえずもう走って回ってきた枠で、なんか金原選手聞いてたら、そのやっぱ強靭のハートを持ってるような。そうもちろんそれもう2人ともボードレーサー、ね、2人とも、まあ、ボードレーサーもちろんそうなんですけど、なんかこう、まあ、いけるっしょぐらいのこう、はい、なんかねメンタルボーボーみたいな感じがします。考えてもしょうがないですよね。そうですね。そういうのは大事なんですよね。なるほど、はい、続きまして平本選手に質問です、はい。シリーズ戦は途中からファーストメンバーが合流しての優勝争いでしたが、どうでしたかという。いや僕らはまあ最初からシリーズをまあ走りに来てる、はい、組としては正直、はい、あのしんどいですね。やっぱそうですよね。そのやっぱその選ばれたメンバーから落ちたメンバーがといった姿勢ですけど、その、ね、はい、予選落ちしたメンバーが今度回ってくるのは年間通したら上位のメンバーが降りてくるわけで、そうなんですよ。もう、まあ、もうモチベーション的にはちょっとテンション下がってるかもしれないですけど、エンジンはいいし、そうですね、子供の中でいいエンジンを持ってる選手たちが、ちょっと、はい、気持ち的にはね、はい、でもどっかでこのアスリート魂というか、そうしてきたメンバーより上行きたいっていう気持ちはもちろんあったのかもしれないですけど、あったおかげでこの優勝戦の、ね、優勝がまたあったんではないかなと。感動します、はい、感動しますよね。やっぱウリュウ選手が1号艇にいるわけですから、はい、やっぱウリュウ選手に勝てたっていうのがこの、ね、まあ、それなんか自信というか、はい、まあ、達者になってましたからね。そういうファースト選手が見たらウリュウ選手勝つっていうのはやっぱり、ね、気持ちいいですよね。それはそれでやっぱ一つの、あの、なんていうんですか、うん、まあ一つの価値、ね、そうですね、この人生の経験というかね、この勲章でありますよね、はい、なんか経験値がもうありますからね、そういうことですもんね、はい、じゃあ続いての質問いきたいと思います、はい、岡山選手ですかね、はい、岡山支部は、吉田拓郎選手、はい、去年 SG 優勝されてお二人が出てるということで、はい、岡山からね、岡山からその盛り上がってるかどうかということでございます。もう、あげあげですね。おかげですね。でも、カヤラス、いいですね。カクロウ選手が岡山で取ったじゃないですか。はい、やっぱあの時はすごかったですか、やっぱ。はい、カクロウ選手が取ってきた、まあ、帰ってきた。相当やっぱ、みんなこう、ね、あんま岡山の人ってそういうのをこう、出さないというか。あ、なるほど、県民性的に。県民性でしょうね、なんかこう、わーっていう感じじゃないですけど、まあ、やったなみたいな感じはあったと思いますけど、はいはい、その盛り上がりっていう盛り上がりというか、多分みんなこう、いいなみたいな感じの、なるほど、取れていいなみたいな、はい、感じだったんですけど、やっぱ、うん、僕の中では相当それはあったですね。加藤さん取った瞬間に嬉しくて、もう、うん、もういや嬉しいし、悔しいし、あ、やっぱ悔しさもあるんですね、やっぱ先輩ですけど、自分も取りたいと、うん、そうです、はい、それが年末に持って帰るわけですもんね、どでかいお土産というか、すごいですよね、すごいですね、プレゼント岡山に、はい、それはもうあげあげになります、あげあげどころじゃないですよね、気持ち的にはね、そういうことになってくるんですよね、本当に。なるほど、はい、では続きまして平本選手ですね、はい、平本選手は今年2月早速 G1 東海地区選手権を優勝されました、はいはい、そしてこの間も常滑じゃないですか、はい、勝ちましたね、そうですね、 G1 ね、グランプリシリーズの優勝戦と同じ4号艇で、勢いは続いてると思って大丈夫でしょうかという、同じ4号艇でした、はい、4号艇で勢いは続いてると思っても大丈夫。この間は1号艇ですよね、はい、ちょっと台本上が間違ってますね、はい、鉄砲しちゃうね。いや、この間のその多分グランプリシリーズ優勝戦と同じ4号艇、グランプリと同じは、これ一番最初のね、あ、東海地区が4号艇で、東海ですよ、はい、東海地区、そちらも1だった、大変さ、申し訳ございません、大変さ、大丈夫です全然構いません、でも1号艇ですよね、この間もいいんじゃないですか、4艇、いや、大丈夫です。でも平本選手の青い過去か、でもちょっとこうイメージありますよね。あります、ね、あれだけですよ、僕。やっぱあれだけイメージが強いから。うん、だけど1号艇でこの間も勝ちましたし、うん、そのやっぱり今調子いいですよね。調子はいいですよ、本当に。あのシリーズがずっと調子いいですね。はい、やっぱなんか気持ち的にも一個こう、自分の中でも、うん、はい、もう負けれない立場でもありますしね。うん、まあそんな、そこまでは背負うことなく、背負うことなく、もう今自分はまあ調子がいい状態だっていう、いい調子ずっといると、はい、まあ、はい、いい状態、この話聞けるだけでもありがたい、ありがたいですね。ではお二人に、質問ですけれども、レースを終えて地元に帰られて地元の皆さんの反応はいかがだったでしょうかと、まあ、帰られて先ほど聞いたら盛り上がってる、盛り上がってる、はい、盛り上がってましたね。平本選手は、はい、自分も盛り上がってくれましたけど、あげあげではなかったんですか。自分自身あげあげで次の日ちょっと新聞買って読んでみたら、はい、まあ当然のごとくカヤピーしか乗ってないすいません、ちょっと待って、え、平本選手はカヤラ選手のカヤピーって呼んでるんですか。あ、もう、あ、はい、カヤラ選手は、いや、平本さん、平本さん、ヒラピーとは呼べないヒラピーとは呼べないですか。さすがにヒラピーとは呼べないです、先輩ですし、カヤピーってまた可愛らしいあだ名がみんなからカヤピーですよ、今ニュージェネレーションって、はいはい、まあなんか
グループ。ライングループ。ラインググループですか。誰が、ちなみに他には何人か。グループの中には。いや、いっぱいミッテユシが、はい、作った人は。立ち上げて、はい。まあ、ブス島さんとか。おまあ、ミネさんとか。ミネリュータさんとか。とか、まあ、もうすげえ人だ。すごいメンバーだね。すごいですよ、グループ。はい、なんか見てみたいですね、なんかどんな会話してるか。しょうないっすよ、しょうもない、ほんとに。これ誰が大体よく話しかけてくるんですか、LINE のグループの中で。よく喋ってる。大体でも、新田さんと、ユーシー、ブスさん。あ、確かに。スタンプをよく使うのは誰ですか。いや、もうね、みんなすごいです。スタンプの出し合い。すごいな。すごいな。ホントネイルさんはちゃんと女子高生だとしてるんですよ。いやいや、ほんとね。女子なんですね。でももしかしたら、ある日突然、カヤピー大会しましたって。カヤピー大会しないでくださいよ。違う。まあでもそういうのを、皆さんってこう話し合って盛り上がる。4000番台の選手たちがね、そうですね。世代交代の時代ですからね。ただの LINE グループですけどね。まあでもこう、いいことそういうのがあるから、こう頑張ってお互いやってこう。仲間であり、ライバルでありますから。ではお時間もギリギリなので最後に、はい、お願いしますたいと思います。2014年はお二人にとって最高の1年だったと思いますが、はい、去年1年を振り返って今までと何かが違いましたかと。あ、去年は振り返って、うん、そうですね、まあ、あと今年のこう今の抱負もいただければ、去年と平野選手は何か去年と、はい、うん、違ったなっていう、去年1年がなんか自分の中で終わってみたら何か2013とは違ったなってことありましたかね。2013はですね、僕反省の1年だったんですよ。あ、なるほど。まあ、っていうのもですね、はい、本当2013年ここで総理杯やったんですけど、はい、ちょうどカヤピーのレースでちょっとぶつかって転覆させたっていうレースがあったんですけど、はい、あったあった、ありました、ありました、覚えてた、ありました、カヤラ選手転覆したんですよね、はい、それで、ね、あったあった、ちょっと本気で怒りましたもん、後輩なのに本気で、まあ、そうなんですちょっと、いやもううーんみたいな感じで本気で怒りましたけど、めっちゃ腹立つけど先輩ですみたいな。でも怒られましたよ。だし、あれも僕は本当にダメだなと思って言ったの、あれないっすわって言いましたさすがに言ってましたあれもう猛烈に反省して、去年2013反省して、それを踏まえて2014年、去年あれで本当に自分を見つめ直して、なるほど、で2014年はもう1年休まずにコツコツと、なるほど、はい、レース頑張っていこうっていう思いで、はい、まあ、年末ここに来て、はい、ああいう結果だったんで、ああ、それは素晴らしいです、まあ、良かったですね、本当、はい、今年も2015年3月になってますけど、うん、何かこう今年はどういう風な感じというか、今年はですね、もうやっぱ去年シリーズ勝てましたけど、はい、まあやっぱ主役はグランプリなんで、まあ、そこの悔しさっていうのもやっぱあったんで、はい、今年はもう僕はグランプリ走ってグランプリ行こうっていう思いしかないです、はい、ね、分かりました、はい、今年の話、今年にしましょう、今年、はい、2015年、どうしましょう、今年は追われる立場というか、そうですね、いや、まあ、ちょっと、あれですね、なんか、今までちょっと、この3月までね、いろいろこう自分で、自分でもっと超えようとしすぎて、はい、なんか自分がの立ち位置がちょっと分かってなかったんで、はい、でも昨日あの、まあ、知り合いの人に、今まで通りやれば大丈夫だよみたいな、なるほど、って言われたんで、あ、なるほど、じゃあ今まで通りアゲアゲでいきます。今日は名言が出ました、アゲアゲでいきますと、まあ、でも今年も期待していいと、はい、グランプリはね、はい、年末まで長い時間ありますけども、はい、でも加谷選手がね、はい、同じ優勝戦に乗ってることを、はい、ね、こう、はい、悪は分かりませんけども、はい、もう転覆とかしないでくださいね、グランプリ優勝戦で見つけないでくださいよ。いやもう、そこはね、そこはね、楽しみにしてますね、年末まで。楽しい話です、はい、実はこの後9レース9レース今度ね、14時35分頃から、はい、今度はちょっとプライベートの部分、はい、聞いていきたいと思いますので、はい、その時もぜひ お時間ありましたら皆さんこちらに遊びに来ていただきたいと思います。お願いします。じゃあ締め切りの方がね、もう3分までやっちゃいましたので、はい、急いで皆さん、皆さんお願いします。それでは皆さん大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。平本選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう一度大きな拍手をよろしくお願いします。また9レース、ありがとうございます。どうもありがとうございます。照明までついちゃって、はい、あれついてましたか。いやいや、いや今ちょうど後ろ見てたらパカパカパカ、やっぱ茅原選手、平本選手こそ照明までつけてもらえて、レベルが違います、やっぱり。いやいやいや、さあ先ほども、ね、出ていただきましたけども、はい、改めましてまた皆様に一言ずつご挨拶をいただけたらなと思います。はい、茅原選手からお願いします。岡山支部の茅原優希です。お願いします。お願いします。そして、はい、愛知から来ました平本正幸です。お願いします。さあ、茅原選手ね、さあということでね、先ほどはちょっとボートレースのお話もさせてもらったんですけども、はい、今回はちょっとプライベートな部分も聞かせていただけたらなと
もうなんかあの1回やっただけなんですけど、僕こんなこと言ったら失礼なんですけど、すごく親近感があって、もう友達感覚 で、 そうなんです2人ともね、すごくやっぱりすごく空気が柔らかいと言いますか、こうなんかね、選手スポーツ選手なんでやっぱりこうピリッとされてるのかなと思ったら、すごくあったかい空気で、ものすごい やりやすいですよね、やりやすい、我々 も、 もすごくアゲアゲな気分で今回もよろしくお願いいたします。この回もお願いいたします、はい、ではお座りいただけますでしょうか。お願いします。はい、ではですね、早速まあ聞いていきたいんですけれども、はい、一応ここ平和島ということでございますので、はい、平和島ボートレース場ですよ。お二人に一応この平和島の水面の相性的なものもちょっとどう感じてるか、平和島をね、はい、やっぱその地元とはちょっと違いますから、違うので、はい、萱原選手からよろしければ。平和島はそうですね、水面的にはちょっとなんかあんまりそんなむちゃくちゃいいイメージはないんですけど。なるほど。逆に言えばその苦手なイメージもないんで、まあそのなんですか、いいイメージはないけど苦手ではないみたいな。あ、いいイメージもないけど苦手でもない。そうなんです。だからもう普通っすね。普通の可もなく不可もなくと。そういうことですね。逆に言えばすごくここ得意だよみたいなレース場はあるんですか。得意もないんですよね。なんかこう成績残ってるところって言ったら、例えば江戸川とか相性良かったりするんですけど。あ、なるほど。だから得意だねって言われても、うん、いや全然得意じゃないんですけどみたいな、その気持ち的には、気持ち的には江戸川なんか強いのかなと。あ、そういうのがあるんですね。じゃあ平和島の一番好きなコースとかもあるんですか。平和島の場合ここだったらいいなみたいな、うん、ダッシュいいっすね、やっぱダッシュの方がいいな、平和島は。はい、なるほど、なるほど。平野選手は。 僕も平和島好きっす。あ、好きな方で。あ、言うてないか。平和島選手は可もなく不可もなく、はい、僕は好きっすよ、平和島。好きな水面、ね、僕も好きですよ、はい、どっちかに好きで、好きな得意なコースというか、まああの気になる外6コースとか好きです。ああ、そうなんですね、はい、あ、逆にじゃあ平本選手が6コース空いてる時とか、萱原選手がもうダッシュにいる時はちょっと、うん、はい、買っていただきたいというか。ですね。いや、あの買ってとは言ってないですよ、好きって言うだけです。好きなだけ好きって言うだけで決して買うんで、優しさ出てますよ、はい、買っていいですよね。買ってください、買ってくださいって言った方がいいですよ、そこは。僕は信じて、まあ、そこは任せますよ。お任せすると。頭で買っても大丈夫ですか、6号店の時は。そこは…あ、わかった。夢船やけん、ね、はい、夢船ね、はい、夢船ね。まあでもお二人ともまあ好きだという、まあ場所でございます。走りにくくはないと、うん、まあでもこれはやっぱ風のあれもありますけど、やっぱりこう興味ない、天気がいいの方が平和島は。あの天気がいいとやっぱ気分上がりますよね。あ、気分的な問題だとピットの段階からね、はい、小学生みたいな天気いいと気分上がりますよね。でもまあ確かに、まあいいんですよ、選手のモチベーションはね、やっぱり天気がいい方がやっぱやりやすかったりもしますし、はい、ちなみに今日は今もう8レースまで終わりましたけども、はい、どんな感じですか、お二人から見て。モニターなんか見てますか、今日のレースの。はい、見てます。流れは、まあ、ぜひ今日ね、白井さんがあの本番レースあの行き過ぎて、あの展示の方まで行っちゃったりとか、ね、あ、そういうとこちゃんとチェックして、ちゃんと見てるんですよ、すごい。じゃ笑いましたね、それ見て、はい、裏で。なんか選手の中でもあるんですね。あるんですね、はい、なんか今日せっかくお客さんね、平和島に来られて、はい、今日の感じだったら今後こうなるんじゃないかっていう。今日結構陰が強いというか、うん、今日平和島逃げてます。はい、結構1レースからずっと逃げまして、はい、結構なんかなかなかダッシュ勢がなかなか勝てないというか、結構難しそうな風ですよね。追い風ですもんね。追い風、はい、うん、今日はやっぱもう優勝戦もありますし、はい、これ1号艇信じても、選手の 目から見てですけれども、やっぱり流れはやっぱ大事ですから。流れはありますからね、うん、本当に1が、まあ、その日の出目っていうんですかね、はい、1来てるなとかだったらやっぱこう行きたいところですけど、ちょっと信じてね、うん、はい、そうですよね、まあ、優勝戦だけはね、こればっかしはね、そうですね、このグランプリとかシリーズの時もそうでしたけども、うん、1号艇が絶対ではございませんので。そうですよね、はい、うん、ましてはこの2人が今日来てくれてますから、はい、あ、すいません。あ、平野選手はどんな感じですか今日は。どんな感じ、はい、あのイン難しいんじゃないかなって。あ、逆に僕は思ってたんですけど、うん、まあでも言う通りなんですよ。カヤ選手はインがいいんじゃないかと。カヤビの言う通りだと。平本選手はイン今日難しいんじゃないかなとって思ってたんですけど、はい、まあ、勝ってるんだったら、まあね、昨日までの段階でちょっとインが難しかったんですけど ね意外と勝てちゃうかもしれないですね、はい、戻ってこないですよね、ダッシュが。あ、なるほど、ダッシュでね、あ、なるほど。行ってもちょっとターンで戻ってきてないから、やっぱこう インがその間に逃げちゃってる。なるほどね、先に逃げちゃうんですね、その間に、はい、ですね。あ、なるほ なるほど。これいい、この情報というか、ね、情報を皆さんね、はい、ぜひとも今後活かしていただきたいなと思います、はい、さあここからまたプライベートな部分を、プライベートな部分聞きたいです、いっぱいずずずっと聞きたいんですけれども、はい、お二人覚悟の方はよろしいでしょうか。はい、もう何でも何でも何でも、 一応あのね、我々は司会進行するにあたって台本みたいなのをいただいてますし、はいはい、お二人も多分楽屋でこれが置いてあるので、はい、聞かれるんじゃないかなっていう質問も多分考えてらっしゃると思うんですけれども、まあ、何も考えてない、何も考えてないよかったです、助かります。それがもうやっぱりこうベタにはね入ってきますので、はい、最初は、お二人に質問がありますけれども、家でボートレースの話はしますかと
まあ、あのやっぱプライベートな時間ですけれども、はい、やっぱその家に帰ってもやっぱ仕事のことというか、まあ、考えたりするのかどうですよね。まあ、広瀬選手は奥さんもボートレーサーということでございますので、はい、こう奥様と話し合ったりとかするんですかね。センス、ね、センスかしないと一切しないしないですね。じゃあもう仕事終わってそのまあこうあっせんが終わって家に帰ったら一切ボートレースからは離れるというか、まあ、あんまりあの話もせんですし、はい、見もしないですね。あ、見もしない、あんまりですよ、あんまり、あんまり、はい、あ、確かに我々お笑い芸人もあまりバラエティ番組っていうのをその、まあ、チェックしたりはし、まあ、好きなねその先輩とか出たりとかすると見ますけど、あ、 あれですけど見たりはしない、しないですか。なかなかないかもしれないですね。まあ、ショーレースとか、ね、そう大きい大会とかそういうのはあれですけど、カエラ選手はそのプライベートではボートレースは僕結構話しますよ、嫁とかに。あ、家ではずっと、はい、あれ失敗したんよなとか、あ、言っちゃうタイプで、はい、今月ボートボーイ俺表紙乗ったけんなみたいな。ああ、いいですね。持って帰って、はい、真逆ですねお二人は。なんかね、はい、家では話しないのと、うん、もう家ではもうこうだぜあだぜという。まあうちの嫁まあもともとレーサーでも何でもないですし、はい、多分聞いてもうんそうなのそうなのうんって聞いてくれるだけなるほどね。イエスマンでいてくれると、はい、それを教えて、逆にもう奥様がレーサーだから余計に話すと ね、はい、熱くなっちゃうというか。確かにね、まあ、そうなんですよ。お前わかんないだろう、俺わかってるみたいな、このぶつかり合いもあるでしょうしね。そういうのもありますよね、奥様が一緒だったら。そうですよね。そうかそうかそうか。さあ、そんなお二人、休日はどのように過ごされてますかという。逆にね、今度は休本当まあ、うん、オフ終わって何日か休みある時とかは、うん、どっか旅行行かれたりとか。もう普通のパパをしてますよ。パパしてますか。はい、ああ、そうなんですね。なあ、でもいいパパ、そう、イクメンパパというか。イクメンですね。どっか行かれるんですか、そのなんか大型ショッピングモールだったりとか。買い物には行きますね。行ってちゃんと行きます行きます。ああ、それ動物園行ったりとか、はい、水族館行ったりとか。まあそうですね。ちゃんとお父さんでもパパパパを本当にパパを、うん、ちっちゃいパパをやってます。いやいや、ちっちゃくても背中は大きいですから子供に。面白い。ありがとうございます。いや、川谷先生はどうですか。僕え何ですかね。プライベートプライベート何してるか。はい、趣味というかね。もっぱらあれですね、3月1日からもう渓流釣りが解禁になったんで、はい、僕渓流釣りするんですけど。釣りですか。釣りなんですね。もうこの間も行きましたよ。この間、まあ、初長江、まあ、長江って釣り行ったんですけど、はいはい、行ってもう寒すぎて帰りました。やってられるか。めっちゃ寒かった。寒すぎるわって帰って。このいろいろと僕らもボートレーサーさんの人たちと仕事するんですけども、はい、あの釣り好きな人多いですよね。多いですね。これは何かこうあるんですか。そのやっぱ水面が好きなんですか。いや、っていうかそんなにそれはないでしょ。そんなに水辺が好きなんですか。水辺が好きじゃない限りなかなかボートレーサーが、はい、なかなか釣りやるっていうのはなんかね、なんかこう、うん、水辺が落ち着くのか。やっぱあれですよ、その普段こうなんか現実逃避的なこう投げてルアー投げて、はい、もう何も考えずにこうシュッてやりながら、はい、何も考えずにこう風に吹かれて、はい、気持ちいいなみたいなって思いたいからこう釣りをしに行くと。なるほどね。なるほどね。なんか考えちゃうもんね。逆にね、そうなんか考えますよね。なんかね、だったら温泉入ったりとか。釣りしとってもなんか考えちゃう。ね、考えちゃいそうですよね。温泉だよ。普段減量しすぎて。あ、なるほど。風呂とかで、はい、だからもう温泉入ってもすぐ上がりたいです。なるほどね、減量してますから。温泉行きたいなとは思うんですけど、うん、いざ温泉行くじゃないですか。はい、もう全然もう入んないです。気持ちよくもない。もうすぐ出たくなって。すぐ使って。もう上がろうみたいな。あ、なるほどね。やっぱ違うんだ、やっぱり全然ね。やっぱもう減量がありますからね。はい、そうやって食べ物とかその飲み物だったりとかもアルコールだったりとかもこう意識されて。まあ普段はもうそこ意識してたら楽しくもなんともないですもんね。普段はむちゃもう今も裏で弁当ガッツリ、うん、はい、食べて、はい、今は食べて。レース前になればこう絞って。そうですね。アスリートですからね。そうです。やっぱプロは違いますからね、そこはね。うん、はい。まあ、だからスポーツ選手というあれがあり、はい、ね、スポーツ選手ですけれども、やっぱりその休日はそうやって過ごされてますし、ちょっと聞きたいなと思うのは、その好きな芸能人とか、我々お笑い芸人ですから、こう最近こんな人が気になりますみたいな方いらっしゃるもんなんですかね、平本選手。芸能人さんですか、はい、もう好きな芸能人でもいいですし、芸人だったらこんなやつ、最近あんま接点がないんですけど、はい、まあ、全然ですね。ただ、まあ、あのアーティストさんで、あ、ミュージシャンとかで、はい、あの最近ちょっとライブとか行き出してすごい
好きになったのは湘南の風さん。ああ、すごいあのハマってますよね。あげ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 なタオル振り濡れたまんまです。結構早い選手。ありがとうございます。湘南の風今酔っとるかもしれないですね。じゃあ湘南の風とかを聞いてこうアッセン場とかでこう音楽聴いてこられるとか入場されるでしょうね。あ、なるほど、いいじゃないですか。あ、いいですね。萱原選手はいますか。僕もあれですね、僕もじゃないですね。僕、あったっけ、熊口さんが先ほど出ていた、はい、裏で聴きながらやっぱ乗ってましたね。音楽系がやっぱこう選手をね、なんかこう落ち着かせるというか、まあそうですね、高めるんですよね。そういう部分でテンションを上げているなるほど。これ台本にねちょっと書いてあるんですけど、伝平さんがずっと聞きたかったことなので、はい、じゃあ萱原選手に、はい、これ台本に書いてあったんですけども、はいはい、去年グランプリ取りまして、はいはい、萱原選手はランボルギーニを買ったという噂がもう芸人界とかもう皆さんも知ってるかもしれませんけど、はい、入ってるんですけど、実際ご購入は、はい、あ、買いましたよちゃんと。その俺、噂によるとですよ、はい、キャッシュで買ったって聞いてるんですけども、まあ最初あれなんですよ、まあ厳密なところ支払いは納車してからなんで。あ、納車してから、はい、で納車までがだいぶ半年かかるんで、はいはい、まだなんですけど、あ、じゃあ半年後にちょうどだから1月ぐらいに購入したら6月7月ぐらいに、はい、ランボルギーニが、まあ、9月ですね一応納車は、納車9月で、はい、なんですけど、はい、買いました。相当な額ですもんね。いや、相当な額ですよね。ランボルギーニですもんね。でも言ったから、もう買ったろうみたいな。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。買うぜみたいな。お二人とも見てて思ったのが、おしゃれじゃないですか。はい、しかも時計も、ちょっとね、はい、高そうな。みんな好きですからね、時計。うん、まあ、そういうの、ね。これはお高い時計ですよね、ラム選手のやつも多分。はい、多分。ね、ボートレース、僕もいいですか、もう本当素人みたいな質問なんですけども、はい、やっぱお金をこう稼ぐじゃないですか、はい、これやっぱり一番何が高いものを買いたいじゃないですか、やっぱこういう仕事、うん、僕らも芸能界でそういう気持ちなんですけども、はい、こうやっぱり最初時計行くんですか、みんなレーサーたちっていうのは高い買い物を見せ、時計じゃないですか、うん、時計かやっぱ車か家じゃないですか、うん、この3つだとまず時計から入りますか、みんな時計行っちゃいますね、大体時計、まず時計から入るんですね、新A リーグの時ぐらいからみんなね、やっぱ時計の雑誌見て、あ、雑誌がある、見てね、はい、ちゃんとね、ロレックの高いそのね、これ見ながら、これが欲しいみたいな感じで頑張ってます。買えたらなんか一人前というか、そうですね、っていうかもう、そこで見栄を張るみたいな。そうですよね。でも同じ萱原選手の今のその時計もね、某シルバーアクセの有名なところのやつですよね。これね、かなりこだわりがあるんですよ。はい、これ、まあ元々はおじいちゃんが使ってて、はい、あ、ベースを、はい、そうです、ベースをおじいちゃんが使って、おしゃれですね。なるほど、そこでベルトを、これをベルトをあのブランドに変えて、だからもうおじいちゃんいないんですけど、いや悲しなるわ。でも、まあ形として、はい、天国に入るってことですね。すげえわ。さあ、ということであっという間のお時間になってしまいましたということなので、はい、最後はお二人からピースター、サイン入りですよね。サイン入りのピースターを、ね、今から投げ入れますんで、皆さん、こう萱原選手、平本選手ですから、気をつけていただきたいと思います。なかなかね、これは危ないんでね、はい、押し合わないでください。押し合わないで、危ないで。はい、ありがとうございます。はい、短い時間でございましたけれども、萱原選手、平本選手、本当はありがとうございました。ありがとうございました。